玉川習字教室の玉川雄吾です。今日はですね、日本習字生徒部小学3年生ですね、9月検定課題を書きながら説明をいたします。今回の課題は梅雨草ですね。はい、今月から3文字となります。今回のですね、課題で注意するところ、湯のここね、草のここ俺の部分ですね。俺の部分では一度筆を止めてから方向を変えて書くようにいたします。また草ですね、草の横画1画目と8画目の長さがですね、違うところに注意していきましょう。1画目よりもね、8画目の方が長いというところをですね、よく見て書くようにしてください。そして縦画、このね、中のこの火の縦画は内側に入るようにして書いていきますね。そしてこの横画の間のですね、間隔は同じに見えるように書くようにしてみてください。そして図はね、ここの間を広く取るというところ、要はここはね、立ててまっすぐですね。そして最後、短く払うというところに注意しましょう。またね、ここの縦に行って、ここで少しね、止めてから上に払うようにするといいと思います。はい、赤手本課題はですね、裏面に赤手本の書き方というのがあります。こちらにはですね、どういったところに注意して書いたらいいかが書かれていますので、最初にですね、そこを読んでからですね、書くようにしてください。それではですね、早速書きながら説明をいたします。はい、つ。四筆は強くですね、書き始めは強く。で、右上がりで。ここで下に行くようにして内側に向かって払っていきます。はい。このね、間は広く取るように、広く見えるように書いていきましょう。湯は1画目、膨らみをつけます。内側に、はい、持ち上げて、もう一回押さえ直してから右上がりに、下に行って内側に入って、ここから上にこう跳ね上げていきますね。そして2画目はこの中心線よりも右側に来ます。はい、そして立ててまっすぐ行きますね。まずまっすぐ行きます。ここからだんだん内側に引いて短く払っていきます。はい、この時ね、この高さとここの高さ、ここの高さとここの高さ、だいたいね、同じになるような形にしていきましょう。はい、では草ですね。1画目。はい、右上がり。はい、2画目は内側に。ここはね、あんまり短く、長くしないですよ。はい、3画目も内側に。はい、次、4画目、5画目の縦画は内側に寄せていきますね。はい、そして右上がり、内側に寄せて、はい、横画間は同じになるように。はい、次は伏せて長くですね。伏せていきます。で、最後、まっすぐ下へと払っていきます。はい、このようにして書いていきます。湯の1画目、そして草の5画目の俺ですね。一度筆を止めてから方向を変えて書くようにしてください。そして草の4画目、5画目の縦画は内側に向かって書いていきます。1画目は短く、8画目は長く横画を書きましょう。はい、今日は以上です。